はい。はい。はい、ライブ配信。リコさん、はい、始まりましたね。うん、始まりましたね。ねえ。2回目のライブ配信ですね。うんうんうん。ちょっと。でも、慣れないですね。これ、ライブ配信、テストも含めて、はい。4回目ですかね。あ、そうだ、テストもした。ね、CM しましたの、ね、CM した、ね、7回目に、ね、ノンさんに出ていただいたとき、その前にもちょっとテストで ね。その後も CM をしましたね。ね、はい。はい。慣れないけどね。ね、ちょっとね、うん、シェアとか、Facebook 流れてるかな、うん、ちょっと確認してみましょうか。はい。はい、今なんか、あ、ライブ配信中ですって出ましたね。シェアしますね。ね、はい、シェア。すぐね、いいねしてくださってる方もいらっしゃるみたいですよ。本当です。嬉しいですね。はい、嬉しいですね。はい、じゃあ、最後、ちょっと第5を、いきますか、はい。やりましょうか。はい。はい、いきまーす。はい。イコの。幸せ。未来計画。ねえ、今日は10回目ですね。はい、10回目です。うん。うん、よくここまでね、続いてこれたと思います。うん、皆さんのおかげで、やっとここまで。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。たくさんの、ね、うん。はい。10回目でね、うん。9回目までで、8人。はい。出ていただきましたね。うん、もう本当感謝ですね。ご出演の方にはね、また見ていただいた方にも、本当に。本当に出演していただいて、はい。皆様にもね、はい。毎回見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ね。ね、よかったら、見てくださった方はね、はい、いいね、超いいね、ハートマーク飛ばしてくださったら嬉しいです。うん、もう、テンション上がります。励みになります。テンション上がります。それとね、コメントもね、はい、皆さんから、うん、はい、はい、また励みになるので、はい、うん、なります。うん、コメントここに上がってきたりするんですもんね。うん、そうですね、読み上げていきたいと思います。思います。ね、シェアもしていただいたらありがたいですね。ありがたいです。よろしくお願いします。ダイジェストでね、今まで、はい、出てくださった方を振り返りながら、私たちもね、いろんなことをさせていただきましたよね。はい。はい、いろんなことを体験させていただきました。学びにもなったし、気づきにもなったし、はい。楽しくね、させていただいて。いただきました。あっという間でしたね。うん。あっという間でしたね。ね、なんかやってると、やっぱし、そっちに夢中になって楽しくて、うん、後から、ね、毎回ね、振り返って、ああみたいな。あんなこと言ってる私とか思って、失言いっぱいって感じで、はあ、でも、振り返ってね。喋ってない時もある。そうですね。本当に、ね、言葉がとてもよく出てることもある。ね、じゃあちょっと、はい、1回目から振り返ってみましょうか。はいはい。楽しみです。ね、はい。イェーイ。では、これはね、第1回目。ちょっと見てみますね。じゃあ、皆様も一緒にご覧ください。はい。はいはい、ね、第1回目ですね。はい。なんか、いこの幸せ。未来計画。これが何回やっても合わない。そうですね。いいです。今日も会わなくなった。今日は、になりましたよ。突然始まっちゃいました。ね、これ9月、大丈夫ですかね。9月でしたよね。そうですね。はいね、うん。誰にも私告知してないんですけど、イコさん告知されました？まだでーす。イコさんの頭。もう、なんかね、私も対抗しようと思って、鼻が出なかったので。ね、もらえたらいいですよね。うん、うん、ね、イコさん、イコさん。ね、はい、そもそも、この幸せ未来計画ですよね。うん、どんな番組なんですか？あ、どんな番組なんでしょうね。うん、うん。そうですね。まあ、一つ目。学んだことをチャレンジして検証する。うん。
はい。二つ目。はい。では、ご縁をいただいた方を、こう、ゲストさんと言って呼んで、紹介する。じゃあ、三つ目。まあ、イコさんとかね、私のスピリチュアルなメッセージとか、気づきをシェアする。そんな感じでいいですかね。いいと思います。この、ズレは何なんでしょうね。ねえ、一回目ね。そうなんですよね。ねえ、こんな感じでね、一回目。そう、なんかズレが出てますよね。ねえ。うん、でもまあなんか、うん。なんとなくこんな感じで始まって、自己紹介も兼ねてね。本当、どんな感じで始めていいかわかんないからね。ちょっと何か、ちょっとつけてみようかって言ったら、イコさんつかなくて、ね、レインボーの。そうです。させてもらいました。とっさにこんなものがあって。すいません。いいものがありましたね。まあなんか、最初だからお互い、ね、皆さんに知っていただこうと思って、自己紹介とかいろんなことも話させてもらったけど、ね、この頭で話してもらったんですよね。自己紹介もね、本当にいろいろ考えてね。ね。ね、うん、2回目からね、ゲストさんに来ていただいたんですよね。そうです。あ、まず1回目のゲストさんが、はい。うん、あ、コメントが。あ、てます。ああ、水越先生ありがとうございます。ございます。そうなんですよ。今ね、私も勉強してるんですよ。ね、そう、ちょっとまだライブ配信のこともね、あ、うん、ちょっとなんかわかんないで、あ、美女二人はありがとうございます。これでやっていきます。わかります。もうね、今勉強させていただいてるので、ちょっと勉強したらもう少しマシな放送ができるようになると思います。はい、引っ張ってもらいましょう。美香さん、ね、よろしくお願いします。ゆうさん、あ、ありがとうございます。10回目の配信おめでとうございます。ご紹介いただきありがとうございます。本当にね、一人目のゲストさんですよ。はい。これから見ていきますよ、ゆうさん。流しに行きます。ゆうさんのね、はい、回を見ていこうと思います。はい。では、続きを、じゃあご覧ください。はい。ゆうさんですね。ゆうさんですね。うん。うん。ゆうさん。ゆうさん。もう無理なお願い聞いていただいてね。そうです。接種をしていただいて。うん。やり、ようこそ。ようこそ。ねえ、もう。すごく今日ね、楽しみにしてたんですよ。うん、もう前回ね、ゆうさんと、ね、どんな話聞こうかなと思って、もうワクワク、ドキドキ。ではね、じゃあゆうさんの自己紹介からお願いします。はい。大分県の別府市に住んでおります六芒星カラーセラピストさつきゆうと申します。とセッションスクールからすべて手作りをしまして、個人セッションおよび六芒星カラーセラピーの養成講座の方も開講しています。はい、はい、私です。あ、セッションもね、すごいね、しました。これ何ですか？これですね、真ん中の栗を入れて13色。13色、この中13色とかも意味あるんですか？そうですね、まあ、実際7色、まあ、人間のチャクラと、そこから、8、9ありますよね。実際やってみましょうかね。やりたいです、やりたいです。文化祭やりたいです。文化祭やりたいです。文化祭で。まあ、もしね、皆さんも画面のね、ところで、あ、何が一番気になるっていうのもあると思うんですね。本当ですね。はい。さん、どれが今一番気になりますか？どの色が？うん、あれですよね。これっていうか、上から、左側のライムみたいなやつ。ライム？ライム。はい、これですね。はい、これが、この中に6箇所あります。どこでもいいです。うん、まず最初にどこに置きましょう、これを。左の上。左の上。上。うん、じゃあ、あとね、もう。ねえ、ゆうさんね、本当にセッションもしていただいてね。本当に。お願いを。そうです。もうなんかね、カラーについてもお話してくださったり、瞑想も、
入れてくださったりね。うん。なんか、未来の引き寄せの仕方とか、うん、イメージの仕方とかね、いっぱい教えてもらった気がしますね。ね、本当にね、色からね、わかることたくさんあってね、うん、未来のイメージをして、瞑想もね、させていただいて、ゆうさんも本当に一人目のゲストで、私たち逆に引っ張っていただいて、本当に感謝ですよね。もう本当に。で、カードもね、つけてくださって、うん、本当に。ね、あと、ね、プレゼントもしてくださったんですよね、ゆうさんね。そうですね。もうありがたいですね。ありがとうございました、ゆうさん。いつもね、支えてくださってね、励みくださって、Facebook でも毎日出てますね、色の話も。そうなんです。毎日配信してくださる、ゆうさんの色のメッセージもね、すごく素敵なので、うん、また、もね、リンク貼ってますので、ぜひご覧ください。はい。じゃあ次ね。第3回目の2人目のゲストの方、ちょっと振り返ってみたいと思います。はい。じゃあ、あとね、もう。あ、みゆきさんですね。筆跡鑑定ですね。はい。今日は筆跡心理師、カラーセラピスト、コトカウンセラーの松永みゆきさんをゲストにお迎えしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。紹介、お願いします。はい、津山市の病院で医療アシスタントをしながら、うん、自分を知って心強く、心軽く生きていくっていうお手伝いをさせていただいてます。松永みゆきです。ちょっと何か体験させてほしいんですけど。ありがとうございます。で、一番今、できやすいっていうのかね、それをちょっとしてみましょうか。はい。なんか、筆跡で、できるんですよ。書くっていう行動で、その人のこう考え方に、はい、口っていう感じ、口っていう感じを、いつも書くように意識しながら、しながらじゃない、しなくて書いてみてください。口ですね。はい、なんか人によって書くのはやっぱり違うんですね。字に上手下手っていうのはないんです。どういうふうにこう書くかっていうところが心理が出てくるっていうんですかね。で、大体こう書かれたの、ミカさんもピコさんも同じような字なんですけれども、大体こう、パターンが3つに分かれるんです。ね、でこのパターンっていうのはこういう形になるんです。ちょっと皆さんね、自分の字と比べて見てもらったら、口を書いて、そうそう、筆跡鑑定ねしていただきましたよね。なんか、ね、すね、ちょっと補うような関係でしたよね、ミカさんと私って。丸いイコさんと四角いミカで。ね、フォーされてるミカさんと、なんかこう、なんでした。ね、ね、だからね、それぞれの気質も違って、ね、なんか分かりましたよね。うん、分かりやすかったです、すごくね。すごくなんか、細かくおっしゃってくださるので、そうそうそう、ね、教えていただいたので、またね、筆跡鑑定気になる方は、このリンクも貼ってますのでね、またぜひ見ていただきたい。他にも、カラーセラピーとかいろいろもされてるみたいだし、そうなんですよ、手相も。手相もされてるようですね。本当に、なんか優しい方なんで、ぜひぜひね。ね、優しいけども、的確に厳しさもあって。きちっと言われますけど、言うことは言われます。ね、言うことはズバッと。はい。ですので、もう、ね。ね、次第3人目のね、お客様、じゃあ見ていきましょう。はい。ね、自分のちょっと比べて見てもらったら。あ、美味しいパン。ピコちゃん、こんにちは。あら、ピコ先生、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、楽しみにしてましたね。今日は、はい、ありがとうございます。はい、幼稚園教諭、はい、保育士、心理カウンセラーの田村ピコ先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ねこさんの自己紹介をお願いします。はい。先日、
松永美幸先生から紹介いただきました、田村希子と申します。おねだりタイムで、何かお願いします。体験させてもらえませんか。では簡単なちょっと心理テストをやらせてもらってもいいですか。今から簡単な心理テストを行っていきたいと思います。では自分の心の中にある思いつくままの木を描いていただきたいんですね。ちょっとマークと近づけてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。私はこんなの。おあ、かわいい、上手。あ、猫もいるじゃないですか。犬、猫っていうのは、家庭、家庭を表してるんですね。その方とも家庭ですね。はい、家庭を描いた。家庭ですね。それから、あ、それから、ごめんなさい。最初に、木の大きさもすごく象徴ですね。木の大きさ。ちっちゃいですか？大きいよ。私、ちっちゃい。大きいよ。じゃあ、大きいのこれ。イコさんは、ちっちゃいと思われますか？すいません。ちっちゃく描いたつもりはない。普通に描いた。あ、そうですか。で、普通ですね。うん。はい、わかりました。ではね、木の大きさなんですけれども、大きく描かれる方っていうのは、とっても積極的で、安定性がありますね。木を描きましたね。木を描いたバームテストっていうね、木を描いて心理がわかるっていうテストをしていただきましたよね。いろんなことがわかりましたね。私の木はちっちゃいと、美香さんに比べたら全然ちっちゃいと思ったんですけど。ねえ、でも本当に象徴とかいろいろね、書いてる中にも、ねえ、私が犬みたいな、猫みたいな犬なのに、猫。すいません、私が猫と犬でした。すいません。ねえ、本当にいろんなことが分かって、これね、ご家庭で皆さんされたっていう方多かったですよね。多かったです、多かったです、本当に。ね、分かりますね。うん。書いてっていうのでできちゃいますからね。ね、本当に。鉛筆とね、あれ、紙だけでね、心理が分かるというね。鉛筆でできちゃいます。これもまた、ね、放送、見ていただけると、面白いと思いますよ。なんか、絵といい、やっぱし、人の心理を表しているものって、多い、表すんでしょうね。一枚の紙くずでも、ね。そう。そう。みたいなね。あ、コさん、コメントがいただいてます。あ、すごい、福岡から。ありがとうございます。ありがとうございます。コさん、福岡行かれてるって言われてましたもんね。今日、移動中って言われてたけど、福岡にも、行ってるのかな？ね、行かれちゃったんですね。ね、なおさん、7回目に、ね。はい、登場した。初めてライブ配信で出ていただいたんですよね。もう、ごもり言ってライブ配信で。それでも全然、喜んで、いいよって、心よく引き受けてくださって、もう、本当感謝。ありがたいです。私たちのね、ちょっと不手際で、なかなかね、トラブルもあったんですけども。本当にね。頑張ってくださいありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでくださいね。後でまた。楽しんでください、福岡。いっぱい引っ掛けて。飲んでるぞ。自分の放送をちょっとネタに飲んでください。ね。またね、出てくださいね。ぜひぜひ。ぜひ、リベンジ。はい。よろしくお願いします。はい。また、最初。みゆきさん、次の放送で出てくださった。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきね、放送させてもらって、ね、ご紹介させていただいて。本当、ちょうど見えたのかな？ね。見えてくださったのかな？ご自分のね、出られたところ。ホテルに帰ってきたところ。じゃあもう、見てから寝てね。本当ですね。まあでも、楽しんで来てほしいですね。いいし、いいかも。明日はどうかわかんない。皆さんもまたコメントくださいね、見てたら。
お願いします。はい。ひこしきくんは本当に、ね、保育士の、保育士もされてたのに、わざわざカウセーラーの資格を取りに行かれているね。すごい大阪まで通われて毎日っていうような。ね、すごいなっていうような。褒められたことにもう一切後悔ないって言われてましたもんね。ね、本当に、うん、また素敵なパンも愛情込めたパンも作られて、もう素晴らしいです。ね、キコ先生、今度はパン。パンって、そんな申し訳ないです。でも私もいただいたことが、食べさせていただいたことあるんですけど、美味しかったです。めっちゃ美味しかった。ね。はい。ノンさん、リベンジさせてください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ。みんな分を見過ごしました。これも配信されるのかな、またね。録画されて、また配信されるので、見てくださいね。はい、ありがとうございます。さっきの次にね、はい、次へ、はい、行ってみたいと思います。はい、では、5回目。5回目ですね。目的で。ちょっと待ってください。はい、5回目。せーの。倉本圭子さんですよ。はい、今日はよろしくお願いします。改めまして、今日はメンタルセラピスト、おかんの経理サポート、倉本圭子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、圭子さん、自己紹介をお願いします。学校卒業後、経理士事務所で30年、税理士事務所で、所属していました。で、今も、現在、経理事務職で続いてるので、まあ、事務歴40年です。すごいですね。はい。で、まあ、いろんなこともありながら、スピリチュアルにも興味を持って、そういう、まあ、本当にいい先生に出会ったスクールに入会させてもらって、そして今セラピストとしても活動させてもらってます。お願い、お願い。何かさせてください。はい。お願いタイムで。はい。じゃあ、1枚引きのカードセッションをさせてもらって。はい。わー。よろしくお願い、楽しみに、ありがとうございます。では、はい、早速ですが、お願いします、けいこさん。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、楽しみ。楽しみ。どっちからしますか？じゃあ、いこさんから聞いてもらってください。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、44枚カードがありますので、はい。で、これからシャッフルしますので、いこさんのところで、はい、はい、ください。はい、来ました。見てもらうときに、何か、心の名前とかあるんですか？あります。やっぱり、いこさんのことを思いながら引きます。カードを楽しみます。はい、引きますね。はい、よろしくお願いします。いいところでストップ言ってね。はい、はい、お願いします。はい、今で。今で。はい、今で。はい。何番目のカード、ちょっと気になった数字見てください。7番。はい。1から44の中の7ですね。You are healing っていうのが出ました。ヒーリングされてるあなたはヒーリング。癒されてる。ご自分を癒しているんだと思います。はい。そうです。カードを押していただきました。そうで、おかんの経理サポートとね、うん、経理30年って言われましたよね、事務所でね。そのスキルを生かしてね、起業されて、今ね、うん、サポートされてるということで。そうそう。ね、ここでも、これから起業されたい方にね、うん、メッセージも、ね、こうしたらいいよっていうのも教えていただきましたよね。はい。でもって、確定申告のね、できるように、起業してくださいということも、ね、お気軽になっても、相談してください、ということで、おっしゃってくださって。ね、けいこさんってね、いきなりハワイデビューだったんですよね。あれもびっくり衝撃でした。ねえ。
初セッションハワイ本当にすごい猛特訓ですね。そっちの方でね、ご縁があって、できる方なんだとも、されるというね、流れができてる方だから、やっぱしお役目だったんでしょうね、こういうふうなね。うん。方と、会計の方と、ね、情報両輪で、ね、やっていけられる、バイタリティのある。すごいですね。現役で今、バリバリ働きながらね、こうやって経理のサポートをしたり、ね、スピリチュアルメッセージでね、はい、お伝えくださったりね、素敵な方でしたね。うん、本当に素敵な方で、頼りに、お頼りになる、うん、なる。本当に、おかんって感じでね。本当に、頼りになる、素敵な方、おかんって感じで。うん。うん、何でも相談ができるような。あ、本当に、見た目になっちゃう。うん。うん、ねえ、じゃあ次はね。はい、6回目ですか ?6 回目ですね。はい、じゃあちょっと見てみます。癒されてる。はい。ご自分を見出しているんだと思います。はい。6回目のゲストさん。エツコさん。改めまして、瀬島エツコ、エツコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいワンちゃん。ウェルカム犬です。うちのウェルカム犬。おー、すごい。かわいい。はい。では、静間悦子さん、はい、自己紹介をお願いします。はい。岡山県津山市に住む、整体師、コルギセラピスト、静間悦子です。うん、よろしくお願いします。これ、ね、コルギって何ですか？コルギって、うん、あの、テレビで、あの、コルギするのに、いやー、痛いとかいう感じで、エステって聞いたら、ちょっと優しい、もうなんか嫌っぽい感じなんですけどね。うん、直接、骨をギューッとあのアプローチして、ギューッと。うん、顔が、めげるんじゃないくらい。耐えられたり。はい。あの、ね、だりタイムで。だりタイムでエスコさん。何かやっていただけませんか？うん。何かね、なんか、若さってみんな保ちたいですよね。保ちたい。なんか、イコさん。何か気をつけられてることありますか？若さを保つための。されましたかね、私。そうだって年々こう弱っていくじゃないですか、体力もなくなったり。だからちょっとね、スポーツを、地味にやってます。すごいですね。うん、続けようみたいなね。この間、羽作ってもらったんで、あの、悦子さんに。背中の姿勢をね、正すように言われたので、ちょっと姿勢を正すように持ってきたいと思います。出てますってね、すごいな。皆さん、これ、何ですか？割り箸？はい、割り箸でーす。なんか、あれ、噛んちゃう。これ、もしあったらちょっと準備していただいて。割り箸を。はい。じゃあ、私、パチで、のやつ。うん。笑う角には福が来るっていうことがありますよね。うん。笑顔が大事なので、はい。マスクでこう隠してますけど、笑い方ね。で、この、お顔の筋肉使って笑う。うん。痛いんです、こういうふうにちょっと。隠してるから、今この筋肉が動きにくくなってる方多いので、これ、勝手に笑える筋肉にする。笑えるので。はい。はい。これをまず、小休止というか、糸切り歯の次の歯に、こう噛んでください。はい。これ大丈夫ですかね？はい。軽くで。はい。はい。でもこのまま、本当は30秒待つんですけど、うん。うん。うん、あ、美香さん、こうなってますよ。ちょっと長く。はい。舐めたってよ。うん。はい。うん。うん。これで30秒。結構長いです。じーっとしておいて、うん。で、これを、測るんですか？
そういうことをしたんですね。30秒かかれる。これ、絵的に大丈夫みたい。じゃあ、大丈夫ですね。これ、30秒になりましたよね。そうですね。はい。もう、とても楽しく。結構、ここに来ましたもんね。来た来た、ここがね、痛くてね。もう、ね、30秒やったんですよね。本当に。ね、でも、ね、筋肉、顔の筋肉なんか鍛えることあんましなくたら、あの、衝撃で、マスクで筋肉動かなくなるって聞いて、なんかね、うん、マスクしてる間に、もう脳が動かなくていいってこう指令出すんでしょ言われてましたね。ねえ。だから、マスクの中で、こう、割り箸を加える。そうですね。ちっちゃい割り箸を加えとく。ちっちゃい割り箸を加えてね。うん、ね、やらないから、もう本当意識しないと、もうどんどん下がって、ほうれい線とか出ちゃう。ねえ。もうしっかり出てますけど、もうすいません。またこれ見たら思い出して、ね、皆さんもまたやってくださいね。本当に本当に。本当にね、すごく楽しくて、うん、自由人体言われたけど、すごく笑顔が素敵で、ね。ね、そう、本当に自由な方でしたよね。思いつきでね、いろいろ。そう、でもなんかすごくそれがね、また元気をくれるというか、うん、そんな感じの方でした。ね、うん、あ、コメント来てますよ。あ、あ、9回目にね、出てくださってありがとうございます。この間ですよね。ありがとうございました。嬉しいですね、うんうん。なんかね、皆さん、結構ね、ここで紹介した、うん、こう、体験するじゃないですか。一緒に視聴者さんしてみましょうっていうのを、やってくださってるんですよね。はい、うん、あ、そうですよね。本当に、皆さんしてくださってて。うんうん、うん、うん、ますし、また興味を持って、なんか行きたいってね、悦子さんのところに整体に行きたいんだとか。行かれたんですよ、悦子さんのところにも、ね。うん。コルギって何ですか、どうやって連絡取るんですかって聞かれて、マネージャーを取ってくださいって私。本当に顔をこうするの興味ありますとかね。ね、うん、ここも興味ありますとか言ってね。うん、もうめっちゃ痛い。もうだって私体験した中でもう一番痛かったんですって言ったら、いるんですよ、痛いの好きな人が。で、ま、涙が出ながら、でもすごい私マスクを見せてもらったんですけど、うん、顔全然大きさ変わってました。でしょ？つまり。でしょ？同じ服ですって見せてもらって、うん、1回目と2回目全然違ってて、違うの前の。弱くなってるから、そう、もう、かってね、かぶさるぐらいになってるの。すごい。だんだんとね、お顔も、なんかね、広がってくるんですって、こう、ね。広がって、平らくなくなっちゃうんだって。なんかそれを元に戻すみたいなね、すっごい痛いんだけど、元に戻してもらうと、ちょっと小顔に見えちゃう。いやあ、いかにゃいけですね。羽は作ってもらったんですけどね。そうそうそう。全体もすごいしね。もう。ですね。また行きたいです。行きたいですね、本当に。うん。はい。また行きたい方は、マネージャーに言ってください。はい。マネージャーに言ってください。ミカマネージャーかもしれません。はい。はい。じゃあ次は、はい。7回目ですね。7回目。今、ライブですね。先ほどコメントくださった方ですね。はい。7回目です。はい。初のライブ配信、ハロウィン。本当ね、誰だってなってますよ、いこさん。本当ですね。あれでちょうどいいかもしれない。ずっとつけときたかったですけどね。今日もつけときたかったけど。ありがとうございます。うんうんうん、よろしくお願いします。はい、はい、これがね、声がなかなかちょっと音声悪くて ね、ちょっとそれが不安定だったんですけどね、うん、本当はいっぱいね、お話聞きたかったんだけど、うん、はい、じゃあね、改めまして、そうですね、はい、今日は2年前に海運筆跡カウンセラーパーソナルからコンサルタントとして起業し、昨年、そうですね、私と出会って行動心理数理学を受講し、昨年は講師として活動を始められました。うん、7月末には、認定講師としてね、はい、講座開講、鑑定などを多数行っておられます。うん、はい。うん、から、お仕事を教えてください。はい。
そのことですね。行動心理数値学のコーナーの開講や鑑定、それから、海洋筆跡の診断や、パーソナルカラー診断などをメインにしております。うん、さあ、お値段タイムですね。はい。ねえ、ロンさん、何か体験させてもらえませんか？うん。これね、みんなでできることとかあれば。うん。今日は骨格なので、はい。この、はい。俳優筆跡をしたいと思います。うん。お二人とも、うん。書かれてるんですよね。そうですね。文字でね。なかったの。うんうん。文字なかった。これほど、うん、お二人とも、うん、特徴がある字を書かれてはないんですよ。うん。赤ちゃんの字とバランスがお二人ともいい字を書かれてるんですよね。ああ。バランス。バランスね。うん。バランスね。うん。実は、気変には、これぐらいあるんですよ。うん。特徴が。うん、ねえ。ねえ、気変だけでこんなに。お、次に、はい。ねえ。はい。気変だけでこれだけね、意味があるということで。のさね、うん、めちゃめちゃ通じてないか。この時、音声がね、なかなかちょっとつながりにくくて、のんさんって言ってね、うん、声かけて、うん、いやぐだぐだ、いやこちらこそごめんなさいですよ、本当に本当に申し訳ないです、ぐだぐだじゃないですよ、しっかりねしてくださってもらって、全然伝わりましたよ、うんうん、音がちょっと拾えにくかっただけで全然しっかりお話はしてくださってましたし、本当に、ね、もっとたくさん聞きたかったんですよね。そうですね。ちょっと間が、ね、どうしても間が出てきてるから、本当時間が、その時間がなって、ね。アメリカくらい離れてた。そうですね。本当に。今日福岡だけど、その時、ちょっとね、海外。そうですね、海外でした。海外でした。うん、でも本当、うん。またね、ぜひ出たいって言って、おっしゃってくださってるので、またリベンジね。うんいただいたら、ね、うん、でも面白かった、私たちも面白かったです、本当にいろんな話をしてくださいました、神社の話もしてくださったしね、白龍神社のね、箱根だったかな、ね、そうですね、話もしてくださったし、今も数秘の方もね、すごく頑張られてる、活躍されてるのでね、認定講師としてめちゃくちゃ活躍されてますよ。本当にね、まあ、数日やってるんですけど、まあ、数字っていいのか分かんないですけど、めちゃくちゃ頑張り屋の数字で、もう清めるタイプですよ。そうですね。ノンさんがここで何番だよって言ってくれたら話しますけど。まあ、そうですね。スマイルしか書いてませんけど。ね、でも本当スマイルが素敵な方です。ノンさんね。でね。でも、すごい面倒見がいい。またこれも数字でね。そうですね。なんか人との縁もつなげていけるような数字ですもんね。もう一回つながったら、その縁を大事にしていって、もうすごく面倒を見てくださるし、うん、本当にご自身がすごく探求していかれる方なので、どんどんスキルアップして、うんね、うん、生徒さんも育ててくださって、今はね、うん、講師も、ね、たくさん育ててくださってるんですよ。すごいですね。早速です。あ、7だよーって、探求して、ね、はい、極めていくタイプですね。そうですね。そうですね。うん、ね、これと思ったらもうどんどん極めて。イコさんもね。そうです。一緒。思ってますね。はい。はい。一緒で、うん、探求し合い合います。探求し合い合います。もう知りたいと思ったら、うん、もう知らなきゃ気が済まないですよね。どんどん極めてね。うん、そうですね。なんかすごくいい刺激に、同じぐらいよりちょっと先輩でや、ね、してくださって、いいご飯、なんか最近に、のんさんが、いる姿を見て、うん、私も頑張れて、そうそうそう、皆さんすごく刺激を受けられて、いや、こんなのんさんみたいになりたいってね、うん、思ってますよ。そうですね。
うん、いや、私もね、すごく嬉しいです。どんどん広げてくださって。そうですね。生徒さん ね、私もお世話になりました。美香先生ね。またコロナとかも落ち着いたら、また生徒さん同士でもなんか繋がっていきたいですよね。あ、そうですね。数票並ばれてる方、たくさんね、結構いらっしゃるんですね。そういう話もできたらいいですね。来年の楽しみに、ね、勉強したいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ続きましては、はい。ねえ。5回目になるんですかね。ねえ。はい。5回目。はい。ねえ。あ、7年目ね。はい。うん。名前でした。ゆうかさん。ゆうかさん。そうです。よろしくお願いします。はい。改めまして、大切なものアート、青山ゆかさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、緊張しちゃう、よね。しちゃうね。大切なものアートの青山ゆかです。はい。独学で始め、うん、オーダーで似顔絵やペット、お名前ポエムなど、その人の大切なものを書いています。また、イベントで似顔絵の石書き、をしたりしています。はい。すごい。また、ゆかの今日もおねだりタイムなんですけど。はい。はい。で、いつもちょっと何かみんなで体験できることを体験させていただいてるんですけども、ゆかさん今日何か一緒に体験させてもらえませんか？はい。今日はじゃあみんなで似顔絵を描いていきたいと思います。はい。描きましたね。ね、描きました。まず絵本から描いていきます。描くのは、何ですか、色鉛筆のかなんかで輪郭描いたらいいんですか？何色とか。そうですね。まず、色鉛筆の、私は肌色に近い、色を持って描くんですけど、例えば、ベージュとか、そういう橙色とか、はい。はい、じゃあ、肌に近い色で描けます。肌に近い橙色とかにします。はい。はい。はい、私はピンクっぽい色で。はい。はい。で、ざっくりだけど。はい、ざっくりでよろしいです。はい。はい。で、輪郭と髪型が描けたら、顔のパーツを描いていきます。これですね。そうですね。目、眉、鼻、口ですね。どのパーツから描いてもいいんですけど、顔の中心となる鼻から描くといいと思います。はい。私だもん。かわいいですね。かわいい。かわいかったです。ありがとうございます。かわいい。ちょっとなんかね、雰囲気も。ね、みんな、ね、先生が書いてくださって、ありがとうございます。ね。ねえ、楽しかったですよね。楽しかったです、本当に。絵とてもと得意じゃなくて、なんかこう、描くってことに結構コンプレックス持ってたんですけど、なんか楽しく描けて、こんなことにね、教えていただいたら、本当子供さんのびのびと描かれるし、コツもなんか、鼻から描くとか、細かいことね、教えてくださったので、本当に先生の言われるように描くと、なんとなく、こう、ふんわりね、あ、なんかできた、みたいな。なんか描けた私でもと思って、すごい嬉しかったよね。あとなんか手を使ってこう、ぼかしたりとかね。そうですね。優しい雰囲気を出されたり、もうこれを独学でされてるっていうのがすごいですよね。すごいですよね。気楽ですよ。その場で描くんですよ。すごいですよね。すごいですよね。大丈夫ですよね。そんなのパーって言ってもらうけど。書いてもいいけど、ねえ、いや、すいません、もらってください、お金出して、みたいな、逆に。本当に、そんな感じです。私なんか、もう素晴らしい。ポエムもされるっていうことでね。そうそうそう、素敵でしたよね。武道もすごいということで。しかも、生まれたばかりのね、このお子様を子育てしながら、こうやって、ね、され、書いたりとかね、寝てる間にって言われましたよね。
そうですね。もうなんか一生懸命になって楽しいからずっとやってるって言われてましたね、うん、寝てる間に。はね、なんか子供寝てる間も私も寝たいです。そうです、寝たいです。私は寝たいです。すいませんって感じです。すごいなと思って。それだけ絵がね、お好きっていうか、うん。そう、でもやっぱりこういうのプレゼントされたらすごく嬉しいですよね。そうですね。うちもあの、うん、プレゼントします。今度生まれるからと思って。そうですね。プレゼントさせてもらおうと思って。うん。似顔絵と、あーと、ね、天使さんのような感じで描いてもらえたらなって思ってます。うん。うん、楽しみで。先ほどのノーさんね、あ、師匠のおかげです。いや、こちらこそありがとうございます。本当、私はノーさん、ミカさんのおかげです。ありがとうございます。もう皆さんのおかげです。はい。じゃあもうね、これ。ね、なんかすごいここまででもいろんなことをさせてもらいましたよね。ここまでいろんなことさせてもらった。本当に。ね、8回目で 7人の方に、本当毎回違うことをしていただいて、うん、私たちもすごく楽しい。もう本当楽しくって。そうですね。ちょっと遊んでるみたいな。そうですね。ね、またあっという間に時間が経っちゃって、うん、なんかね、うん、長くなってしまうことも多々あって。うんうん、多分これ編集され、してくださる方が、裏方さんが、ちょっと、出れないけど、いらっしゃる、うん、もうその方です。本当に、裏方さんがね。ね、編集毎回ね、してくださる方がね、あの、いらっしゃって。最後の、うん、名前、編集、動画編集、今日は名前入ってます。入ってますか？入ってます。入ってます。もういつもね、してくださって、いいものなんですよ。毎回、バージョンアップしてね。いい感じに仕上げてくださって、うん、本当に感謝です。私もちょっと動画編集の勉強に行きましたけど、勉強させていただきましたけど、うんうん、その方にね。うん。もうやったら楽しいんですよね、これもね。本当にね。ふわーっとドアが開くような感じで画像が出たり、うん、なんかいろいろ声だからね。またそのうちね、いつかね、あの動画編集の先生で出てくださったら。楽しみです。はい、あの、ちょっと出てもらったら、ね。また楽しみに。はい。はい。そうですね、うん。はい。最後ね、行ってみましょうか、はい。最後ですね。はい。ありがとうございます。はい。この間でしたね。そう、先日ですね。マリコさん、マリコさん。はい。よろしくお願いします。ね、ちょっと背景の色変わってます。今日は楽しみにしてました。ありがとうございます。はい、改めまして。高校教師、カラーセラピストの堤真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高校教師でカラーセラピストをしています、堤と言います。高等学校で家庭科を生徒たちに教えて、まあ、25年くらいですかね、になっていく、はい、家庭科です。県内の学校何校か、あの、はい、経験して、真庭市の方にも6年ほど住んでましたので、そうなんだ。はい、なので、うん、津山とかの町も自分が活動を知ってるというか、あとドライブとかも好きなので、うん、なのでこう移動したりとか、うん、いろんなところに行くのは、まあ、むしろ楽しいというか、うん、はい、そんな感じで日々生活をしていまして、うんうん、先生とは別の全くね、違うカラーセラピストとか勉強されてますけど、なんでね、学ぼうとされ始めたきっかけとかありますか？そもそも学ぶっていうことを示唆したのは2つの理由があって、当然なんですけど、自分が知らないっていうことが1つと、それからもう1つ、2つ目は相手を知る、自分を知るっていうことをしたい。すごい。っていうことの理由なんです。で、もあるんですけど、まあ、こういうマナーのこと。ああ。マナーのことって誰の？知恵さん。知恵さんですね。なので、東京まで知恵さんに教えてもらいに行って。子供さんたちといろいろと接することが、これから進めていくお母さん方とか、なんか、何言ったらいいか分からないとかね、うん、お母さん、フォローがね。こういうのアドバイスしたらいいのか分からない。うん、我が子でもね、補正していいか分からないっていうことって、うん、近すぎてあったりしますよね、感情が出てね。深いが故にって言われるんですけど、うん、考え方とちょっと入ってみたんですが、おお、すごい。考えては、いかが、学校で やりたいこと。うん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 、
学校でやりたいことと、うん、自分でやりたいことと、うん、日本語で考えてみてはいかがですかっていうこと。というと、よくね、うんうん、あなたの夢は何ですかとか、うん、あなたの目標は何ですか、うん、って言って、うん、答えられる人と答えられない人がいるんですよね、うんうん。お願いしてるんですけども、視聴者の皆さんと一緒に、はい、できることを体験させてもらえませんか、はい、あの、ねだりタイムです。はい、お願いします。何をするかというと、キャリアアンカー、キャリアアンカー、ましたでしょうか。あ、出ました。はいはい、ここに黄色い文字と白い文字があります。はい、黄色い文字を皆さんはメモに。はい、何かというと、これは仕事をする上で、あなたが大切にしていること、要因は何ですかっていうものです。で、ただこれ、一番上の黄色い言葉ってとっても抽象的なんですよね。例えば左の上ですが、他者への影響力っていうと、難しいので、その下、コツを見ていただくと、他人を元気づけるとか、支援する。はい、はい。はい。ね、こんな感じでね。はい。書いててくださったですね。今すぐ書いてくださって。ありがとうございます。本当に、つつみさん、マリコさんね、マリコさんに来ていただいたとき、すごくね、盛りだくさんで、結構ね、もう本当いっぱいいっぱい話していただいて、うん、そう今日ね、しました。ね、やっぱり先生ですよね、話すのも上手だし、ね、本当に素敵でした。本当にね、あの、ミニアンカーもね、すごいいろんな発見がありましたよね。ありました。もう本当に、私の知ってる方もして、なんか勉強になったっていうことで言ってましたね。自分が何を大事にして生きてるかっていうのが見えてくるというか、そうなんですよ。本当に奥深くて、種まきワークもね、してくださって。種まきワーク、自分が何が好きか、どんなことで、やってることを10個くらい書いたら、そこからまた種がこう伸びていくよっていうことでね。そうそう。あの種まきのワークもすごく興味深くて良かったですって言われる方もね、いらっしゃって。なんか自分探しができるような内容ですね、すごくね。私たちも本当にパッと目に入ってくる言葉って、なんかこれ大事、これ大事って3つ選んだら、他のものは、いや、あんまり興味なかったんだってことに気づいたりね。そうですね。で、なんか過去の自分だとそっちだったなっていうのも気づいて、今はちょっと変わってきたなっていうのも気づけて。ね、就職したてだと、やっぱり報酬、給料のいいとこ行こうみたいなね。そうですね。そっちの方に目が行ってたかなっていう感じで。進路に向けての話っていうことで、不動産向けの話かなと思ったら、全然もう大人でも、あの、今の私たちには、すごくなんか、ようなお話をいっぱいしてくださってね。これからあの就職する進路にっていう方にもいいですけども、そうですね。転職されたい方とかね、になってもね、何かやりたいなっていう方にも、あ、私ってこういうこと興味あるんだとか、自分探しにそのキーワードで話がすごく盛り上がったじゃないですか。そうですね。これまたみんなでやってみたいなって思いましたよね。そうですね。あの、なんかいろんな人と交流しながらやると、また面白いきっかけが、自分では見つけれなかったことも、また相手が、こういうこと得意じゃんとか言われたら、そうか、とか思うこともあるかもしれませんもんね。あ、またコメントいただいてます。あ、エンドロールかわいいですね。マリコさん、ありがとうございます。かわいいですね。あ、編集の方素晴らしい。パーッ伝えときます。すごいです。編集の方すごいです。本当に、なんか可愛く仕上げてもらってありがとうございます。お疲れ様でした。楽しませていただきました。本当にありがとうございます。ゲストに出ていただいて、本当にこれからもよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。ね。まあ、これからですよね。これから、まあ先を目指していこうというところで、多分、
今までとはまた違うような形で進化させていくような形には、時間をね、ちょっとこう、まとめ上げていけるように、できるだけはしていきたいなっていうことも、このね、美香さんとお話もさせていただいて、今までね、10回、なんかよくわからないままで、ね、ここまで、本当にこの番組がどんな番組かもわからないところで、あの出てくださったゲストの方たちに本当ありがとう、本当感謝です、ねね、それと見ていただいた出張者の皆様にも本当に感謝で、ありがとうございます、ね、あのためになる、でみんながねつながっていけるような番組ができたら嬉しいですよね、嬉しいです。笑顔が広がるような内容にね、していけたらいいなって思います。で、細く長くね、続けていけたらいいかなと。そうですね。ね。で、まあ、毎週配信今はね、してるんですけども、いろんな形でたまにはライブをやったりとか、まあ、これが学習で配信になるかもしれないし、なんかいろんな形で続けていけたらね、嬉しいですし、また、ゲストで出てもいいよっていう方ね。はい。ぜひ。ぜひ。待ってます。ね、ください。出てもいいよって方。そうです。ちょっと出演料は出ませんけど。そうなんですよ。出演料はないんですけど。よろしくお願いします。宣伝します。いいところをね、できるだけお伝えできたらいいかなと思って。ね。これね。こういうのができれば、また広がればと思いますので、そのきっかけで。ね、はい。ぜひ。ここでも、ね、横で繋がったっていう方もたくさんいらっしゃったのでね。そうですね。新たなね、出会いができたような感じで、おっしゃられた方もいらっしゃったのでね。これからもそうやってね、応援していけたらいいなと思っていますので。はい。皆様、これからも。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、次回のゲストなんですけども、はい、第11回目ですね。第11回目。第11回目のゲストは、はい。そうなんです。はい。9人目のゲストで第11回、整理収納アドバイザーの、なぎささん。はい。年末ね。そうです。これから年末に、すごく、役立つ情報があると思います。整理術ということで、ね、収納術というかね、そういうふうなことで、断捨離の人だとか、いろんなことをお話していただけるんじゃないかなって思いますし、また、美香さんのおねだりタイムも、ね、楽しみに。ね、はい。紙袋を、紙袋を用意してもらったらっていう。紙袋、これくらいの大きさですか？別にどの大きさでもいいみたいですけどね、紙袋。どんな大きさでもいいんだね、紙袋はね。間違いあるものね、紙袋だと。はいはい。もので、ちょっと切れるような。みたいな。切る。大きい紙袋じゃなくて、ちっちゃくて、机に収納できる仕方とかを教えてくださるようなんで。次回の配信はですね、一周出まして、12月4日の配信になりますので。はい。12月4日を楽しみにしてもらって、そこから収納始めてもらっても全然、ね、お正月まで間に合いますし。ね。あるのでね、年末の大掃除に向けて、こう収納を、こう綺麗な収納をして、お正月迎えたいですよね。です。もうぜひぜひ、ね、見ていただけたらと思います。はい。では今日は、皆様ありがとうございました。ライブ放送でお送りしました。はい。あとコメントね。マリコさん、10回おめでとうございました。これからも楽しみにしています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当に感謝です。ねえ、そんなお言葉をかけていただけるだけでも、ちょっと頑張ろうっていう気持ち、頑張るというか楽しもうだけど。頑張って、また気持ち続けていこうという感じで。はい。ね、じゃあ、イコさん、今日はこの辺で。はい。皆さんがハッピーデーでありますように。応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。ありがとうございました。